正艦隊だ。こんにちは、はじめしゃつろうです。今日は2人の協力者に来ていただきます。はい、というわけで今回この大人数で何をしようかと言いますと、皆さん糸電話って知ってますか？糸電話結構長い距離をやってる動画とかいくつかあって、まあ俺の見た中で最高の長さは 100m、 100m が糸電話のこうマックスでみんなやってたんですけど、やっぱ今はネット社会なので、こうどこにいてもね、 LINE 通話とか電話ですぐ電話できると思うんですけども、もしこの社会が危機に陥った時、我々はどうやって連絡を取り合うんですか？ 1000m の距離あったらどうやって連絡を取り合うんですか？1000m 離れた人と電話どうする？会いに行くでしょ。遅い。やばい。全く遅いってことです。LINE とかね、ネットとかこう電話とか使えない状態でも、1000メートル先の人と会話できる方法を僕は見つけておきたいと思いました。近い将来のうちにね。というわけで今日は、糸電話を1000メートルで実験してみようと思います。で、場所はですね、今回、あそこら辺は人がいるんですけども、こっち側はもう人がいなくて、ずーっと一直線で、直線で1000メートルぐらい続いていると思われます。1000メートル分は多分準備してあるので、ここで実際に今回1000メートルで糸電話をしてみようと思います。では行こう。あ、やばいやばい。でっかくね。こちらが 1000m 分の糸でございます。こういう糸が一番音が伝わりやすいらしいので、これで今回やっていきます。じゃあ2種類あると思うんですけども、まずは基本ペーパーなので、とりあえず紙コップで一回やってみましょう。で、カブトムシってでも7月がピークじゃないっけ？クワガタは早いけどカブトムシの方が遅いよ多分。本当にこういう感じで穴を開けます。で、ここに糸を通します。ごめん、まさき無理かも。無理無理無理、作れないよ。こんなに難しいか？ワクワクさんマジ切れだよ。こんなの。あ、来た来た来た。オッケーオッケー、来ました来ました。オッケーです。で、内側からセロハンテープで止めます。はい、というわけで片方は完成しました。こういう感じで糸電話を作っていきます。糸電話片方完成したので、こっちを弟に持ってもらいます。こういう感じで余裕持ってもらってもらってこの 1000m 分の糸を今から僕がずっとあっちまで行って、向こうで糸電話を作って、果たしてこっちと向こうの糸電話で 1000m の距離感を受信できるかどうかを確かめてみるべきです。確かめてみようと思います。では行こう。糸電話をしようとしてるんですけど。糸電話？はい。この辺はちょっとまずいですよね。うん。あ、向こう側ならいいよ。こっちならいいよ。こっち側だったら。わかりました。ありがとうございます。はい。というわけで、早速今から 1000m 歩いていきます。では、行ってきます。いやー、あー大丈夫？怖い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 。はい。というわけで、始まりました。1000m 糸電話でございます。これ、果てしなくね、結構。果てしないね。うお、すげえ。これ、やばいよ。めっちゃ怖いね。どうなってんの、これ。わかんないわかんないわかんない、見えないよね。見えない、もうわかんない。結構来たんですけども、ご覧ください。行く手を阻むテトラポッドたちです。どうするべ、一回見てこいよ。ちょっといや、俺は海をも越えるよ。テトラポッドに引っかかるのが怖いな。でもこれぐらいなら大丈夫じゃない？でもギリギリ超えれそうなので、このまま行っちゃいましょう。よし、行くぞ。まさき、マジか。直線だったらいいんだよね、この角度で行かないと。もっとこっちだね。割とこのテトラポットギリギリぐらい。こうか。はい、というわけで、なんとかテトラポットの闇は防げたと思います。うまいことかわしたよね。多分なんとか直線にまでは繋いでると思うので、引き続きこの先歩いていこう。行こう、ゴールは目前だ。俺たまにいつ結婚できるんだろうって思っちゃうよ。ハートだ。わあ、もう結構終盤マジ。もうちょいで多分終わると思います。うん、じゃあねー。もうほら、もうちょい。はい、皆様ご覧ください。もうすぐマジラスト。ああ、うん、ああ、マジ。ああ、ゆっくり行かないと。ああ、まずここら辺で 1000m でございます。熱中症であるでしょ。こっち側でも糸電話を作っていきます。あ、来た来た来た。 OKOKOK 完成しました。うわ、張るね。というわけで、実際に 1000m 先の人と糸電話で電話をできるのか実験してみましょう。や
ばい、緊張してきた、ね、もしもし、もしもし、はいはい、一応 1000m 地点には到達しました。引く力超強いじゃん。引く力超強い。どうすればいいと思う？どうすればいい？紙コップごと結ぼう。もうこういうこと、こういうこと、こう OK。 じゃあ今から LINE 電話切るから、紙コップに向かって大声で喋ってください。はい、はい、では、はい、ということで弟の声が聞こえると思います。聞いてみましょう。もしもーし、もしもし、絶対届かないと。もしもーし、もしもーし、何も聞こえねえや。